今回は、広島市東区光町にあるレトルトカレーの自動販売機をご紹介します。広島駅新幹線口から少し歩いたところにあります。今回購入したレトルトカレーはこの2つです。2つ合わせて300円、安いですね。そもそもこの自動販売機を設置した理由はフードロス対策として設置されたものです。なので通常価格よりかなり安いので行ってみてください。最後に1つだけ、自動販売機の右上をよく見てください。何か変だと思いませんか？そうです。まるで囲んだところが間違ってます。セールの L と E が逆になってます。この自動販売機を設置された業者様、これを見たら直していただきますよう、よろしくお願いします。以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。